女性ならではの手法で YouTube の動画の視聴回数を爆発的に上げるという手法があります。それはチラリズムということですね。お掃除お姉さんというチャンネルがあります。男なら思わず目がいってしまうような手法で動画を作成されているんですね。エアコンの掃除をする動画なんですけど、普通の撮り方だと大した視聴回数にもなりませんが、まあ撮影の仕方によってはまあすごい視聴回数になるよということがこの動画でわかります。視聴回数の方は100万回を超えています。次に流し台の配管の詰まりの掃除の動画ですけど、これなんかは300万回数を超えています。それでよく、アクセスアップを増やそうと思ったら顔出しをした方がいいとかいう解説している人がいますが、この手法をやっている人はまあ顔出しできないですよね。顔出ししたら個人を特定されて逆に身の危険がある可能性があります。また街も歩けないような感じになるかもしれませんね。で、顔を見せていないので逆にいいかもしれませんね。美人である必要はない。顔を出すと視聴回数が下がる可能性もありますよね。美人である必要がないということでは、どんな女性でもできるという例です。これらの動画は2年ぐらい前にアップされているので削除されていないということでセーフなんですね。そして削除の理由となる不快な動画でもないんですね。不快な動画でこんな100万回300万回を超えるということはないはずなんで、女性はこういう手法でアクセスアップをできるということで有利だなって思います。